やられました。俳優の村上虹郎さんのことです。儚げな少年から狂気のチンピラまで、これだけ演じきれる俳優は久しぶりです。そんな彼のことが気になって、調べてみることにしました。村上虹郎さん。1997年3月17日生まれの24歳。血液型は A 型で、身長168センチ。東京出身の村上さん。その生い立ちは驚くべきものでした。というのも、村上さんの父親は、俳優の村上淳さん。その母親は、なんと歌手の ＵＡ さん。個性的な両親の間で育った村上さんですが、残念ながら、両親は、結婚10年目の2006年、村上さんが、まだ、9歳の時に離婚されています。両親は、どんな人だったかというと、父親の村上淳さんについて調べてみると、12歳からスケボーにはまってしまった結果、高校を3日で中退してからは、喫茶店でアルバイトをしながら、スケボーに熱中して、スポンサーがつくほどだったそうです。そして、16歳の時に転機が訪れます。村淳、雑誌に出たい。そう言って声をかけてきたのが、浦原系ブームのカリスマ、藤原宏さんだったのです。なりたかったわけではないですが、モデルとして活動を始めた村上淳さん。ファッション雑誌、メンズノンノやファインボーイズで、たちまち評判となって、モデルから DJ、そして俳優へと活躍の場を移すと、1992年、アルファベット3分の2でドラマデビュー。その後も、多くの、ドラマや映画、V シネで、現在に至るまで、個性派の俳優として活躍しています。しかし、ちやほやされたカリスマモデル時代とは違って、そんなキャリアなどは全く関係なく、とにかく怒鳴られ続けたそうです。それでも俳優として居続けた理由は、一人の男として、一人のプロとして、認めて欲しかったからだそうです。現在は、自分のファッションブランドも立ち上げて、多彩な活動をされています。一方、母親で歌手のウーアさんですが、彼女も、もともと歌手を目指してはなかったようです。ウーアさんは、美術系大学でグラフィックデザインを学び、デザイン系の会社に一旦就職しています。しかし、どうしても、映像の仕事をしたくて、改めて学び直すのに、学資を稼ごうと、大阪の新地のジャズクラブで、アルバイトを始めることになったそうです。だんだんと生伴奏で歌うようになっていたウアさん。その後、東京で、1年間、映像の勉強をするも、再び大阪に戻って、クラブで歌っていたところ、スカウトされ、デビューしました。くしくも、彼女をプロデュースしたのも、藤原宏さんでした。1995年シングル、ホライズンで歌手デビューすると、翌年、4枚目のシングル、情熱が大ヒット。その力強い歌声と個性的なルックスのUAさんですが、Eテレ、ドレミのテレビで童謡などを歌う、歌のお姉さん、UAとしても活動していますし、映画、水の女、大日本人にも出演し、女優としても活動している。実はエンターテイナーでもあります。現在は、再婚して、3人の子供と夫と、カナダで暮らしているそうです。こうして見てくると、2人とも、最初から俳優や歌手を、目指していなかったのは、面白い共通点ですね。そんなご両親を持つ村上さん。幼い頃は、ご両親の仕事が忙しく、大阪の母方の祖母に育てられたこともあって、両親との家族の時間は全くなかったそうです。まだ甘えたい時期だったにもかかわらず、村上さんが9歳の時、両親が離婚。芸能界や両親のことを恨むのも仕方のなかったことかもしれません。離婚後は母親に引き取られ、その後、母親の勧めで小中学校はシュタイナー学園に通っていました。独特の教育方針で演劇をやったり、教科書がなかったり面白かったそうです。しかし、2008年9月に母のUAさんが再婚。その後、3人の妹や
弟の兄となる村上さんですが、13歳の中学生の時、なんと家が火事で全焼してしまい、その後家族全員で沖縄に移住するのですが、その頃にはますます親から逃げるようになり、そんな自分からも逃げるようにカナダのモントリオールの高校へ留学します。しかし2年後、学校には行かず引きこもっていることが発覚。もうどうしようもなくなっていた時に、村上さんの運命を左右することがあったのです。留学した村上さんは父親と毎日のようにスカイプで朝から晩まで話をしていたのですが、さすがにこれはおかしいと思った父の村上淳さん。ある日、息子に俳優業に興味はないか？と切り出したそうです。なぜそんなことを言ったのかというと、自分がわからなくなっている息子に、俳優として他の役になりきることで自分を客観的に把握できるようになってほしい、そんな親心から、ある映画のオーディションを勧めたそうです。その作品とは、監督が村上淳さんに取材して脚本が書かれた二つ目の窓という映画でした。しかし母親のウアさんは息子の芸能界入りに猛反対。その理由は、早すぎる、人としてまだできていないということだったようです。二人は一晩中話し合ったそうです。その時、ご両親の出会いや芸能界の苦労話も初めて聞かされたのだそうです。お互いそんな話をするのも初めてのことだったでしょう。虹郎の一番のファンは私と今でも嬉しそうに語っている岩さん。母親とはそういうものなのでしょうね。しかし人生で初めて自分で決断して受けた、そのオーディションでまさかの落選。それでも作品に携わりたいと思って裏方の美術部を志願して頑張った村上さん。2日後、まさかの大逆転で主役に抜擢され、父親と共演することになったのです。実はこの映画で演じた役とは、離婚した両親との関係に葛藤する高校生の役。まさに等身大の自分にシンクロする役でした。演技自体は初めてだった村上虹郎さんでしたが、監督からは容赦ない怒号が浴びせ続けられたのだとか。なんで一回言われたぐらいでやめるの、なんでそんな簡単なんや、いつも言いなりか、お前はカメラから逃げるな。まさに村上さん自身への叱咤激励だったのか、彼への期待の表れだったのでしょうか。そこまで言われても完成した時、村上さんはもっと上手くなりたいと思ったそうです。そんな鬱憤を晴らすかのように、2014年映画二つ目の窓の高校生役で映画初出演、初主演だったにもかかわらず、第29回高崎映画祭で最優秀新人男優賞を受賞。この映画が村上さんに与えたものは、役者としても人間としてもとても大きかったのではないでしょうか。さらに2017年の映画無国では、第41回日本アカデミー賞優秀助演男優賞受賞と、それ以降も多くのドラマや映画、舞台に引っ張りだことなっている村上さん。そして何より演技も素晴らしいですが、彼のコメントの面白さは特質もので、2021年の映画孤狼の血レベル2で実際に鈴木亮平さんと対峙した時の感覚をこう表現しています。怪物にくるまれてるチンタ、怪物はお腹が空いてなかったら食べないんです。もう捕まってるんですけど、食べられる前のその感じ、他の若手とは一味違ってますよね。また村上さんは英語が堪能で、2020年に主演した映画ソワレの外国人記者会見で、自己紹介と外国人記者からの質問にとても流暢な英語で答えて、ネットでも話題となっていました。だからかインスタグラムのフォロワー数も3分の2が外国人だと言っています。ちなみにモントリオールへの留学の目的は実は音楽だったという村上さん。某メガネブランドのテレビ CM で熱唱する彼の姿を見ていると、
母親を彷彿とさせて、思わず DNA を感じてしまいます。現在 NHK 連続テレビ小説カムカムエブリバディで朝ドラ初出演にして主人公の同級生木島勇役を好演されている村上さん、今回の脚本を読んで、朝ドラってこんなにまっすぐで眩しいのかと、そのエネルギーに面食らってますと言いながらも、 NHK に出てばあちゃんを喜ばせたいというモチベーションは大きいですと言っていましたから、親代わりだった祖母への恩返しができたのは本当に良かったですね。今業界で一番使ってみたい若手俳優、その言葉がふさわしい村上虹郎さん。カムカムエブリバディで上白石萌音さん演じる安子との関係は一体どうなるのか、気になって仕方ないのは私だけでしょうか。これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。